出直し看護塾3分間劇場。仕事と勉強のコツ。解説員、出直し看護塾、青柳智和。今回は、クラウドファウンディングの紹介です。その前にちょっと質問です。何か人の役に立ちたいと思いますか？イエス、オア、ノー。ボランティアには興味があるけど、正直時間がない。イエス、オア、ノー。募金に興味あるけど、その募金がどう使われるのか、ちょっと疑問。イエス、オア、ノー。人助けをしたいけど、そのためのお金がない。イエス、オア、ノー。すべてイエスがついた方、いいものがあります。それがクラウドファウンディングでクラファンなんて、呼ばれていたりします。クラウド、つまり雲の上から。というか、実際はネットですね。ネットでお金を集めるという方法です。アイデアはあるけどお金がない企画者と、お金があるけど、と言ってもちろん少額でいいんですよ。1000円とかでもできるものもありますが、お金を出してくれる人？まあ、賛同者をネットで募り、マッチングしてくれます。例えば、会社を作るとすると、銀行からお金を借りる必要があるかもしれません。借りたら当然返す必要がありますが、事業がうまくいかないと悲惨なことになるわけです。あるいは株式を買ってもらうという方法があります。株式は事業がうまくいかなかった場合は、お金を返す必要は、ありません。が、まあ、実際はそうはいきませんよね。そもそも会社規模でやるほどのことではないアイデアかもしれません。会社を作るとかなりお金がかかります。潰れる可能性もそれなりにあるのでなかなか、リスクが高いです。そこで、クラファンなんですね。いろいろありますが目標金額を、決めて、理由を明確にして資金を、募る。興味がなければスルーでいいですし、サポートしたいと思った場合はサポートを、申し出ます。目標金額に達しなければ、サポートに申し出た、金額が徴収されることはありません。少額の寄付を多数の出資者に、お願いしたい場合、かつ事業性がないものが、向いています。もちろん、事業性があっても大丈夫ですが、そのあたりはクラファンの運営者によって、変わってきます。僕は、何度か出資していますが、社会性の強いレディー4ってところをたまに、見ています。まあ、いろんな人がいますね。医療関係のクラファンもあります。ファンファーレというサイトですが、中を覗いてみますと、こんな感じです。いろいろありますね。看護師向けの困難どうでしょうか？看護師1年目のうまくいかないあなたに、伝えたい36のことですって、原田さんという方がプロジェクトを、企画していますね。まあ、知人なんですが、わらわら、リンク貼っておきますので見てみてくださいね。アイデアがあり、行動力があり、責任感のある方には向いていると、思います。私は、2006年29歳の、時に起業しましたが、いきなり事業が頓挫し、潰れかけました。今の時代であればクラファンを、使ってリスクを軽減できたかもしれませんね。今回は、原田さんのプロジェクトの紹介ではありますが、この動画を見ていただいた方に、お伝えしたいことは、ボランティアをしたい、人助けをしたいという気持ちを、お持ちの方がおられると思います。そんな気持ちに応える方法があるということ、そして、もし何らかの夢をお持ちの方、その夢の実現を待っている人がいるかもしれません。クラファンであなたの夢を、叶えられるかもしれません。何か、人の役に立ちたい、イエス、オア、ノー。では、今日はここまで、仕事と勉強に、役立つ本やサイトを紹介していきます。チャンネル登録、お願いいたします。